私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。キング&ピース、永瀬角が真夜中の乙女戦争、人生のターニングポイントになった、について語るブルーレイヒロブットボーナスビデオが部分的にリリースされました。池田は、コロナ災いを経て、誰かと語り合いたい時に見る映画が、真夜中乙女戦争、だったらいいな。自分の親しい人に見てもらって、一緒に思いの丈を語りたい。柄本は、シンブリックな役を演じたのが初めてに近く、非日常な髪型や衣装を提案したり、ここまで監督と話し合いながら作り上げた役はほとんどなかった、と語った。池田や柄本との共演について、永瀬は、完成した映画を見て、こんなにすごい方たちとお芝居をさせていただいたんだな、と改めて気づいた。お二人から刺激をいただき、いいところを吸収できたと思うので、それをまたどこかで発揮したい、と語り、それを聞いた池田は、楽しみですねから、柄本は、恥ずかしいっすねから、と照れながら期待していた。自身にとって本作はどういう作品になったのか？と聞かれ主演の永瀬は僕の人生のターニングポイントになった作品。家族写真のアルバムの最初に出てきそうなくらい自分の近いところにある。僕の体に染み込んだなと思います。と手応え。10代20代を中心に圧倒的支持を受けた作家Fの初の小説を実写化。二宮健監督の元平凡で退屈な日々を送る青年が自分自身と東京を破壊するまでの夜と恋と戦争を描く。ビジュアルコメンタリーは二宮監督による進行で私役の永瀬、先輩役池田、黒服役柄本が撮影当時を振り返りながら作品の魅力を語る。コメンタリーを終えて永瀬が改めてみんなと話して、僕も知らなかった監督の意図が分かって、僕自身も勉強になりました、と感想を語ったのに対し、二宮監督が、僕はあと5週くらいコメンタリーができる、と返し、キャスト陣を笑わせる。人気グループキング、リンチェの永瀬角が主演した映画真夜中乙女戦争の、主愛ブルーレイ DVD 8月17日にリリース。豪華版には、劇場副音声上映されたメインキャストの永瀬、池田エライザ、柄本優、脚本監督編集を務めた二宮健監督によるビジュアルコメンタリーの未公開インタビューが収録されるが、このほど、その一部が公開された。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。